埼玉県半沢郡の範囲半沢郡は埼玉県にあった郡。埼玉県深谷市に眠る陰沢六郎な力与の領地。現在の行政区画ではおおむね以下の区域に相当する。深谷市域は範囲が広いため脅域を示す。荒川と利根川に挟まれた氾濫源で有志以前から集落が発達し、桜川岡組石遺跡は縄文時代後期のものとみられる。 古墳時代末には人口も増し、小規模ながら100基を超す古墳が分布する鹿島古墳群など多数の古墳がある。一方、縁起式新名町には社名が載っておらず、平安時代には隣接するオブスマ群やハタラ群よりは小規模だったとみられる。7世紀後半から9世紀前半まで現在の深谷塩壁の中宿遺跡に群画があったと推定される。 焦燥とみられる、大規模建物の跡が発見されている。十一深谷町十二大寄村十三深海村十四中瀬村十五手景村十六岡部村十七橋場見沢村十八本郷村十九藤沢村六十向川村十一花園村十二用土村63、寄町十四桜沢村。 ありがとうございます。